おはようございます、釣り子 TV です。これねえ、まあこれはですね、サニーブロスというメーカーのブラッドスタイルっていうね、自分はね主にねシーバスなんかにねものすごいね、使ったりしてるジョイントビッグベイトなんですけども、ブラックバスでもね、もちろんね大活躍するっていうね、まあちょうどいいサイズの3連の、ビッグベイトルアーですね。でこれなんですよ、名古屋のキープキャストでイベント限定でですねこれ販売されていたチューニングパーツなんですけども、これねずっとね存在は知っていて、で販売がいつかってね待ちわびていたんですけども、キープキャストでこうサニーブロスブースに行って、あれいつ出るんですかって聞いたら、いやこういうイベント会場でね販売しようと思ってるんですなんていうことを聞いて、あこの場で買わないといけないのかと思ってね、早速ねこう入手してみたんですけども、リップのパーツとあとはねテールのパーツですよね。こういったパーツを付け替えることによって、動きに変化をもたらすことができるっていうね、こういうアイテムなんです。店頭には売ってなくて、サニーブロスね結構いろんなところの展示会とか、あとサニーブロス独自のイベントとかねよくやられてるんですけども、そういうところでね欲しい人ね、集まれっていう感じで買うことができるよっていうね、こういう感じみたいです。まあそのうちどうですかね、ネットで販売とかもしてくれるのかな。ちょっとね、まあとりあえずは、まあ、今回で言えば例えばキープキャストであるとか、そういったところに出店した時にオプションとしてね購入することができるよっていう風に、聞いて早速ね入手してみました。で、どんな感じかね早速つけてみたいと思うんですけども、まずねルアーがこれねブラッドスタイルですね。これはブラッドスタイルっていう名前から分かるように、まあ、血液型ですよね、A 型 B 型 AB 型 O 型とかね、そういう感じでその、まあ、血液型によって若干個性が変わるよねなんていうね話はありますけども、まあ、ちなみに自分は A 型なんですけども、そういう感じでその使い手のコントロールによってねそのまあ特性が変わるよっていうね、そういう願いも込めてブラッドスタイルっていうねそんな名前にしたんだなんていうのをね聞いたことがあるんですけども、まあこのカラーもまたまたナイスですよね。まあねちょっとお店なかなかね並んでいなかったり、まあ、出てもすぐ売り切れちゃったりするので、ああいうキープキャストの会場とかでね、買うのが一番買いやすいかななんていうふうに思うんですけども、今年の新色はいつ発売なんでしょうかね。まあキープキャスト限定からとかもいっぱい出ておりましたが、まあこれねブラッドスタイルでこのまま使ってもめちゃくちゃ釣れるんです。自分は去年結構大型の、まあ、シーバスですけどね、魚はほとんどこのブラッドスタイルで釣ったかな。ちょうどいいサイズ感なんです。で、テールがね交換できるよっていうところと、これねずっと気になる穴が開いてたんですよね、このね穴ね。あこれなんかやるんだろうなと思っていたところ、こういうパーツがね現れたというね、そういう状況なんですね。で、早速つけてみますかね、どんな感じかね。こうリップパーツがありまして、はいこんな感じですね。角度は変わんないのかな、これ大きさが違うのかな、大きさも一緒で、この曲がり角も一緒で、でね自分ね SNS とかね見てね勉強してきたんですけども、これねはいここにこう立つんじゃなくてこっちにつけるみたいなんですね。ちょっとつけてみますね。あ結構しっかりと、あしっかり入るな、こんな感じが正解みたいですね。あはい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 、ちょっとねこのモードで使ってみたかったんだよな、いつ出んのかないつ出んのかなと思ってね。
このちょっとねキープキャストの現場でも聞いてきたんですけども、立ち上がった感じのテールではなかなかね思い通りの動きが出なくて、でいろいろリップの角度とかをテストしていたところ、これぐらいねこんな感じの角度でつくことによって、ようやくねこの後ろがねしなるような、求めていたアクションがね出るようになったっていうね、こういう風にね聞いてきました。でブラッドスタイルはまあこっちがこれぐらいの曲がり角で、後ろがねもうほんとねあるのかなないのかなってこれぐらいの余裕なんですよね、うん、こんな感じで、通常ではねほんとなんだろう、魅力的なこう上昇スラローム切りもみアクションっていうかね、そういう感じの動きをしてくれるんですけども、このリップをつけることによって、結構ねただ巻きで魅力的なストレートリトリーブでこう魚をね食いつかせるような、そういうアクションが出るようになるよっていうね、で取り外したい時はまあ取り外せるよっていうね、でつけたい時はつけれる、まずこういうパーツね。であとこの尻尾の方ですね、うん、これねこの尻尾もまたね絶妙に具合はいいんですけども、そこにまあ何ですかね、最近の流行りというかこう調整できるよ、ちょっと、ね、変化できるこういうことみたいな、早速こっちもね開けていきたいと思います。よいしょ、ちょっとバスバスと開けて、開けていくと、ういこんな感じのパーツですね、うん、はい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 ね、でこれをまあこれを取ってちょっとくぼんでる方を上にして装着すると、おお、はい、つきました。水平テールにねすぐに変えれるよっていう、でね実はねあのサニーブロスブース出てたんで、まあまあこのテールって何なんですかって、どういう効果があるんですかっていうのも聞いてきたんですけど、肝はここがねだいぶ長いんです。これとこのリップによる泳ぎ等をダブルで追加すると、これが微妙にビヨーンとこの抵抗で伸びてしなって伸びてしなって、ここが絶妙にこうこんだけラフに作ることによって、ここが伸びる時にまあ自発的なよりなんかバイトトリガーになるアクションが出せるんだって、ここをピタッとした感じで詰めた感じで作ったら、なんか想定してる動きではなくて、まあいわゆるつけてもつけなくてもあんまり変わんないじゃんっていう動きだったのが、ここをこういうストロークを持たしたことによって、であとここをね平たくして水の抵抗をここのところに受けるようにしたことによって、ギュイーンと伸びつつこう独特なアクションがね、まあ、つけたことの違いによるアクションが出せるようになったんですよっていうね風に聞いて、あそうなんだと思ってね入手してみたんですけども、実際にはまあこの吊るしの状態でしかねまだねあの、まあ、いわゆるこれとこれがついてない状態ね、これでしか自分ね、釣ったことなかったので、ちょっとね今年はせっかくこの面白チューニングパーツね、入手したので、これバージョンと、あとねまだねブラッドスタイル実はいくつか持っているんで、通常バージョンとね両方でね釣り楽しんでみようかなっていうね、やっぱりこれちょっと自分で投げてみないとこのリップ角のね意味っていうのがまだ体験できてないんで、あと口頭では聞いてるんですけど、このラフなね、接続によって出るって言われている、独特なこのテールを変えたことによるね変化アクション、これなんかもちょっとねせっかくなんで追いかけていきたいと思います。というわけで、ちょっとね、
開封してつけてみたんですけども、まあ、簡単につけれて簡単に動きの変化がね、狙うことができるよっていうパーツみたいなので、ぜひですね全国のこうイベントとかで、ね、サリーブロスね今年もガンガン行きますみたいな、コロナもね明けてきたんでっていう感じで、でプロスタッフに以前からね結構知り合いというかですね、お酒飲みに行ったりもしたことあるんですけども、にやけいくんがねプロスタッフとしてね、参加したっていうことで、より精力的にねいろんなプロモーションとかね今後していくみたいなので、まあそういう各地のイベントとかそういった時にこういうプラッドスタイルのチューニングパーツね手に入るみたいなので、気になる方はぜひねそういう全国の、イベントとかでブースに顔を出してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、本日の釣り子 TV は、ちょっと待ってくださいね、これとねこれね、こういう感じで、ブラッドスタイルのですねチューニングパーツイベント限定で販売されてるものね、これをね開封して取り付けてみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。